マイクロソフトウィンドウズ、マック OS、リナックス等で実行可能なマーキュリアルの GUI、フロントエンドである。パイクトで記述されている。マイクロソフトウィンドウズでマーキュリアルを使用する場合に推奨されている。GNU ゼネラルパブリックライセンスの下でリリースされたフリーソフトウェアである。トータシャグは Git サーバのクライアントとして使用可能である。トータシャグ。 リリースノーツ。2020年12月16日閲覧。トータシャグ。2020年12月16日閲覧。トータシャグ。2020年3月7日閲覧。ホワイーズ・マーキュリアル・コンシダード・ツー・ビー・イージャザン・ギット。2020年3月7日閲覧。HG ・ギット・マーキュリアル・プラグイン。2020年3月7日閲覧。 ユーズウィズアザー VCS システムズ2020年3月7日閲覧ありがとうございます。